こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、2020年度版の iPad Pro 11インチモデルと iPad Pro 用のマジックキーボード、この2点を買って1ヶ月経ったんで、いろいろ話していきたいと思います。見てください。iPad じゃないよね。完全にパソコンだよねっていう。もうこれが届いた時、ほっと嬉しくて、ちょっとその時の様子を再現したので、どうぞ。まずですね、今回の iPad Pro 2020年モデルはですね、買う必要はありません。厳密には iPad Pro 2018年モデル、これの1個前の世代を持ってる人は買い替える必要がないっていうのが正しい私の言い方だと思うんですけども、この iPad Pro ですね、前作と何が変わったかというと、背面に超広角カメラがついたのと、あとはライダースキャナーという、これですね。この2つ、そしてあとはマイクの数が増えて音質をより綺麗に撮れるっていうぐらいしか前作と変わってないんですよ。最初見た時、うわマジかと思って。まずカメラの部分だけで言うと、デュアルレンズになって広角とその今流行りの超広角より広く撮れますよ、そういうことなんですね。で、そのさっき言った、この丸何なのって感じなんですけども、これライダースキャナーって言って、光を検出して距離を測定するみたいな。このパソコンって横幅どんぐらいなのかなみたいな感じで、こうやって iPad 映すとわかるんですよ。まあ、使わないかなっていう。2018年モデルを使っている人からしたら、まあ、新しさはないかなっていう、そういうことなんですね。じゃあ、お前なんで買ったんだよーって言われると思うんで、早速、今回の内容を発表いたします。私はですね、脱、パソコンをするために買いました。そしてですね、今回の iPad Pro 2020年とほぼ同時に発売されたこのマジックキーボードですね。今回これが実は主役なんじゃないのっていう感じの私は思ってて、ちなみにこのキーボードは前作の2018年の iPad でも使えるようになってます。そういうこともあって別に2020年の iPad Pro は買わなくていいんじゃないのっていうことをさっき言ったんですよ。ちょっとごめんなさいね。ここに話す内容書いてるんでちょっとこっちに目線いっちゃうかもしれないんですけども。なので今回の内容はどんな人に今回の iPad を含めたこのキーボードが向いてるかを話し、このキーボードは実は私みたいに文字入力全然しないっていう人でも買いなんだよっていうのを話していきます。余談なんですけども、キーボードは実は1ヶ月前じゃなくて最近買ったんですよ。この本体だけ買ったの、先に。ちょっと前にね、ヨドバシカメラ行って、なんか iPad のケースとか買いたいなーみたいな感じで、ふらっと Apple コーナーやったんですよ。そしたらこれがあって、でもさ、私文字入力なんて全然しないし、だからもうスルーしたの。しかも高いし。だって見てください、値段。この私が使ってるやつ11インチモデルは税別で 31,800 円。そして 12.9 インチ。これよりちょっと一回り大きいモデルの方は 37,800 円ともに税別なんですけども、ぼったくり価格じゃんみたいな。だからもう、いや、買うかよみたいな。もうほんとそんな感じだったんですけども、試しに触ってみた瞬間に、あ、これはやばい、買うわってなりました。そこまで私が覆った理由とかもですね、後々わかると思うんですけども、ではですね、まずこのキーボードの外観を見ていきましょう。私が今使ってんのは、これソフトバンクの SIM 入れてんで、Wi-Fi プラスセルラーのやつです。で、512ギガ。今回ちょっと 1TB はそこまでいらないかなと思って、512にしたんですけども、私個人のおすすめは、256ギガから500、12かな。1テラってそもそも映画とかなんか映像とかもう制作したりとかする人用なのかなと思ってて。なので私は512にしました。サイズもまあ人それぞれですよね。12.9 インチもいいけど、持ち運びしにくいだろうから。11インチだったらもう結構なんかスポって何でも入りそうなんで、おすすめは11インチですかね。で、さっきのこれですよ。このマジックキーボード。さっきの価格もう一回出しますけども、下手したら普通の一番安い iPad のモデルとか、あと Nintendo Switch 買えちゃうんじゃないみたいな。Apple は私たちを試してるんじゃねって思ったの。で、どういうことかというと、先日の Apple の発表がありました。WWDC だっけな。で、そこで今後出てくる Mac は Apple シリコンっていう機能なんですかね。簡単に説明すると、Apple のモバイルデバイスで使われているアプリとかが、Apple のパソコンでも今後動けますよって、ってなるじゃないですか。で、これはあくまで私の推測なんですけども、今回のこのキーボードって、ほぼほぼ MacBook じゃないですか。そして、新しく iPadOS っていうのが入りましてですね、iPhone とパソコンの中間みたいな立ち位置に私はあると思ってて、まあ、今後 Apple Silicon によって iPhone とかまあ iPad のアプリがパソコンでも使えるようになる。で、今 iPad の方でもだんだんと逆にパソコンに近づいてきてる。あれこれもしかしたらワンチャン今後 MacBook でしか使えなかった専用ソフトも iPad で動くんじゃねって思ったんですよ。なんかそれにすごいワクワクしまして、今回、まあ、そんなに2018年モデルと変わんないけども、なんか触りたいなみたいな、まあ、そう思って買いました。もう完全パソコンですもんね、これ。じゃあ次はですね、どんな人向けっていうことを話していきたいんですけども、今回のこの iPad Pro はこのマジックキーボードを一緒に買わないと意味ないんじゃないのって思ってるくらいなので、早速どんな人向けなのか話していきます。まずですね、結論から言いますと、この Apple Pencil、すごい便利ですよね。こうやっていろいろスルスル絵描けたり、イラスト描けたり。こっちをもう本当に仕事でバンバン使いたいっていう人は、キーボードとの相性はめちゃめちゃ悪いです。なんでかっていうと、まあ、イラスト描くときとかも、こういう状態で描かなきゃいけないの。本当だったら、パタンって裏返してさ、書きたいじゃないですか。安定するし。それができないんですよ。なので、そういうこともあって、このキーボードはペンシル使わない人向けなのかなって私は思いました。まずですね、このキーボードなんですけども、iPad で文字入力をメインに使う人向けみたいな感じで思われがちだと思いますが、私がですね、しばらく使ってみて感じたのが、文字入力なんて、もうほんと、なんか Twitter つぶやくとか、もうそのレベルでしか使わない、私でさえ手放せないって思いました。じゃあちょっと見ていただきましょう。キーボードなしの状態で、まあ一見普通にこうやってインターネットしますよね。こうポチポチっていろんなとこにこう指伸ばしてやります。実はこれが使いづらかったんです。どういうことかっていうと、まあ、11インチといっても、まあ、結構重いんですよ。長時間使うってなると、手首とかがだんだんと負担になってきて、日々のこのちっちゃな積み重ねがさ、だんだんと大きくなってくるわけですよ。そこでですね、今回のこのiPad Pro マジックキーボードを装備することによって何が起こるかというと、別に文字入力しやすくなるんじゃないの？それだけでしょって思いますよね。見ていただきましょう。さっきはキーボードがないので、もうここの中を指でこう行ったり来たりってする、こっちまで指伸ばしたり、こっちまで指伸ばしたりっていう感じだったじゃないですか。それが、この約10センチあるかないかくらいの中で、こうやって人差し指だけで画面の中を行ったり来たりできるんですよ。これだけで私は買う価値があるなって思ったの。文字入力ももちろん、いろんなショートカットも使えるんですけども、もう完全にパソコンなんですよ。打鍵感もしっかりしてて、MacBook なんですよ、ほぼほぼ。だから文字入力は申し分ないと。じゃなくて私はここなんですよ。例えば指3本指で、さっとできて、さっと。さっと、あ、もう一回、ちょっと。いや、私、ジャパネットで働けないじゃん。今度こそ。さっ。ほら。で、こう。こんな感じで、ほら、YouTube とかも。こんな風にできるんですよ。これも、まあ、楽ですけども、これができるんですよ。だから、私はこの iPad のキーボード買ってから、ほぼこっち触らないですね。あと、文章を書くときも、コピー&ペーストとかも、めちゃめちゃやりやすいんですよ。だから、私みたいな文字入力することがあんまりない人間でも、すっごい恩恵を受けれるんですよね。ただこれ、めちゃめちゃ重いんですよ。1キロはいかないと思うんですけども、結構な重量なんですよ。多分、私が持ってる、この、MacBook Air と同じぐらい体感で感じますね。これじゃあ Air 買った方がいいんじゃないのっていう感じは思われるかもしれないんですけども、 iPad でしかできないこと、私で言うと外でも使いたいから、ソフトバンクの SIM 入れたりとかして、画面をつけた瞬間にもうネットに繋がってますよみたいな。パソコンの場合は一回 Wi-Fi に接続して、で、そっからインターネットじゃないですか。もうこれはもう一瞬で繋がるんで、そこが私は便利だなと思いました。あとですね、地味に便利だなって思ったのが、ここに Type-C の USB の充電器穴があるんですよ。だから、iPad の本来使う充電器の穴を使わずに、ここに充電器を挿して充電することもできるんですね。私はですね、iPad で画像編集したりとか、動画のカットをしたりとかもするんですけども、ハードディスクとかパソコンとかで作業する方だとわかると思うんですけども、まあ、簡単に言うと、こっちに USB とか挿して作業する。で、作業しながらバッテリー用の充電器を挿す。っていう感じで、そのためだけにもかなり恩恵があると思います。むしろね、極論言っちゃうと、机にこうやってポッて置いてある、この充電器に刺さったマジックキーボードに、さっと置くだけで充電が開始されるから、ある意味置くだけ充電みたいな、なんかそういう使い方もできますよね。まあこれはかなり無茶苦茶ですけど。で、さっき私が言った、Apple Pencil をもう本当に仕事としてバリバリ使う人っていう方には、まあ確かに向きません。やっぱそういう人たちってもうイラストの精度とかがもう命じゃないですか。だから、もうこんな感じで斜めに向いてうまく描けないわけですよ。まあそういう人は確かに向かない。でも、まあ私みたいな別に絵描かないけども、語学学習するためにノートアプリにこう単語を書いたりっていうレベルの使い方であれば、私はですね、こうやってますね。ってことはこれ、接地面こうですね。こう描きます。だから周りから見たら、こうなんですよ。カフェとかでテーブルに置いてこうやってやるじゃないですか。周囲の人からは別に変な風には見えないですね。この裏側が見たら確かにこのキーボードがこっち向いてるんでちょっとおかしいんですけども、ここ硬いんで、近似分硬いんで、ちょうどいい角度でかけてます。ってことはだよ、これ買ったらみんな幸せになるんじゃない？まあいろいろ言いましたけども、何より今回はこのトラックパッドがすごいいいと思ったので、ぜひですね皆さん Apple Store とか家電量販店行って試してみてください。これは触らないと良さが分かりにくいと思うんで、まあ各位私も最初はそういう感じに思ってたから、本当買ってよかったです。あ、ていうかね、これ地味に Apple マーク横なんですよ。ここにあるの。今回ですね、iPad Pro のしばらく使ってみた感想をお話ししました。少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter と、あとは最近 Instagram を多めに更新してますので、そちらもぜひフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。